アロハー YouTube! ジクラス YouTuber のりょじっちゃんです。はい、今日はですね、ジクラス最新相場情報ということで、はい、今日は W463 のですね、はい、ジクラスの相場情報やっていこうと思います。はい。で、今週はですね、ゴールデンウィークで、全オークション会場がお休みだったので、実質今日お伝えするのはですね、まあ、4月の最終週ですねの、情報になります。で、このですね、Gクラス最新相場情報のコーナーでは、今この Gクラスがだいたいいくらぐらいで購入できるのかという販売価格をお伝えさせていただいております。で、このお伝えする価格ですね、っていうのが、まあ、オークション会場からその車を仕入れてですね、まあ、当社でその仕入れて販売した時の総額でお伝えさせていただいております。まあ、ですので、まあ、例えば車検がない、G クラスでしたら車検を取る費用だったりとか、納車前の点検整備費用で、内外装のクリーニング費用、他にもですね、まあ、内外装ちっちゃな改修したりとか、もう税金関係等々ですね、全て含んだ金額で、お伝えさせていただいておりますので、ぜひ今 G クラス購入検討されている方はですね、ぜひ参考にしていただけると、嬉しいです。はい、はい、ではですね、早速見ていきたいと思います。はい、まず G350D からですね、見ていこうと思います。はい、年式順にお伝えしていきますね。はい、まず2017年式の、G350D 通常グレードですね、走行距離が66,000キロの色がマグネタイトブラックですね。はい、こちらですね、取引価格から総額の方計算してみますと約900万円ですね。はい、大体これは相場通りの、ね、取引価格だったかなというところですね。はい、で続いて、同じく G350D の走行距離が119,000キロ。2017年でね、119,000キロってまあまあね、走られてますよ ね、 そうですね、めちゃくちゃ楽しまれてます、楽しまれてますよね。はい、で色がですね、マグネタイトブラックで、シートがポーセレン白革ですね。はい、こちらですね、総額の方計算してみますと約750万円。10万キロ走ってもね、値段つくのが、まあ、G クラスという、まあ、ここがね、資産価値が高い、リセール最強のね、 G クラスならではのねとこじゃないかなと思います。はい、まあ、これも一応まあ相場通りの、取引価格だったかなというところでございます。はい、で続いて2017年式の、G350D デジーノマヌファクトゥアエディション限定車ですね。これはあの以前限定車紹介で、取り上げさせていただいた限定車なんですけれども、はい、こちらのですね、走行距離が3万キロの色がマグマレッド、珍しいですね、マグマレッドのマヌファクトゥアエディション。はい、これがですね、総額の方を計算してみますと約1330万円ですね。はい、かなり、通常グレードと比べても高値がついていたなというとこですね。はい、で続いて2016年式の、G350D ですね。はい、こちらを見ていきたいと思います。はい、まず走行距離が9,000キロの色がオブシディアンブラック。はい、2016年の9,000キロ、低走行、低走行ですね。すごいいい金額ついてますよ。はい、こちらですね、総額の方計算してみますと約1230万円ということで、こちらですね、まあ、相場が1万キロ切ってるんで、この2016年式の1万キロ以内って、まあ、相場ってほとんどないんですよ。ただ、まあ、近いものから見るとだいたいね100万円ぐらい高値がねついていたなっていう感じですよ。すごくないですか。2016年式、まあ、距離がねいくら1万キロ以内といえど、2016年式なのでもう7年前、違いますね、6年前6年前なのに、うん、おそらくこの当時の新車の販売価格より高値ついてますね。あ、そうなんですね。はい、へー、というね、すごいすごいすごいですよね。これもね、一つ G クラスの
まあ、魅力の一つではないでしょうかね。はい、で続いて同じく2016年式の走行距離が8万2000キロの色がオブシディアンブラックで、このお車ですね、G63 風にカスタムしてあるお車であります。で、こちら総額の方ですね、計算してみますと約850万円ということで、あるんですけれども、一応ですねこれ本来、G63 風にもししてなかった場合がだいたい800万円ぐらい、販売価格になるので、この63風にカスタムしてやるとだいたい50万円高っていうところですね。はい、一応まあこれね、結構この G クラス、そういう G63 ルックにしてあるカスタムをしている車がちらほらとね出てくるんですけど、うん、この63ルックにしてあるのは結構この50万円ぐらい高値がついているという傾向にありますので、はい。で続いて2015年式の G350 ブルテックですね。はい、見ていこうと思います。はい、まず走行距離2万5000キロの色がポーラーホワイトですね。こちら総額の方計算してみますと約900万円、いい値段ですよね。900万円、まあこれも相場通りかなっていうところですね。はい、で続いて走行距離が7万4000キロの色がポーラーホワイト、こちらですね総額、計算してみますと約790万円ということで、これですねちょっと相場より40万円ぐらいね少し高かったかなというところであります。はい、で続いて2014年式の G350 ブルーテックで走行距離が10万2000キロですね。で色がポーラーホワイトの内装がチェストナットブラウンですね。はい、こちら総額の方計算してみますと約690万円ということで、まあこれも相場っていうところではありますね。はい、まあ、350D 同様ですね、ブルーテックも10万キロ超えてもねまだ700万円近い価格がつってね、ついて、まあ、販売価格ですけれども、ついているというところになるので、はい、まあ、G クラスって本当に、その価値がね高いというか、価値が残るというか、ね、そういうお車だなっていうのはね感じますよね。改めて感じます。はい、はいはい、で続いて、他のね W463 の G クラスも、ありますので、はい、見ていこうと思います。はい、まず、G63AMG ですね。はい、こちらですねまず年式が2016年式の、走行距離が2万2000キロで、色がオブシディアンブラックの内装が黒革シートですね。はい、こちら総額の方が約1060万円ですね。はい、これ特にレザーエクスクルーシブのパッケージはついていないモデルですねとなっております。はい、で続いて2015年式の、走行距離3万6000キロの色がオブシディアンブラックで、内装が黒赤シートですね、黒赤の、ツートンシート。はい、こちらがですね総額の方計算してみますと約1100万円というところですね。はい、これはレザーエクスクルーシブのパッケージになっております。はい、で同じく2015年式のレザーエクスクルーシブの走行距離が5万7000キロで、色がマグノデジーノマグノプラチナっていうねマットカラーになるんですけれども、はい、こちらも黒と赤のツートンシートになっております。で総額の方が約1070万円、はい、となってます。で、続いて2013年式の、走行距離が9000キロの、色がデジーノプラチナブラック、はい、の黒革シートですね。はい、こちら総額の方が約1080万円という感じですね。はい、だいたい W463 の G63 で、まあ、一つ目安になるのが1000万円っていうところかなと思います。まあもちろん状態年式走行距離によって1500万円近いものもあったりとかするんですけど、だいたい1000万円ぐらいからっていうところになってくるのかなという感じですね。はい、
続いてですね、G550 ですね、見ていきます。年式は2013年式、走行距離が1万6000キロの色がオブシディアンブラック。はい、こちら総額の方が約870万円。はい、という感じでございます。はい、で続いて G500 ロングですね、こちらも見ていきます、まず2008年式の走行距離7万キロで色がシルバーですね、はい、こちら総額の方を計算してみると約520万円。はい、で続いて2004年式の走行距離が9万5000キロの色がオブシディアンブラック、総額の方が約500万円という感じですね。はい、まあ、G500 ロングの方もだいたい500万円ぐらいが一つ、まあ、購入予算の目安になってくるかなっていう、まあ、もちろん、走行距離が少ないもの、年式が新しいものになると500から600万円ぐらいっていう、そういう感じかなというところでございます。はい、で、最後ですね、G320 のロング、はい、こちらも見ていきます。まず年式が、2000年式の走行距離が15万6000キロ。旧インテリアの最終形ですね。はい。で、色が黒ですね。はい。こちら、ちょっとね、修復歴がある、お車になってるんですけれども、それでですね、取引価格から総額計算してみると、約390万円というね、感じでございます。で、仮にこれが、修復歴もしなかった場合でだと大体450万円ぐらいになるのかなというところですね。まあ、あと走行距離がね15万キロいってるのでそのあたりなんですけれども、まあ、これが10万キロに近ければ近いほどまた500万円とか550万円ね。でもっと10万キロ以内とかですとこの旧インテリアの最終形なので結構ねもう600万円以上は、かかって、ね、ついてくるというか販売価格としては600万円以上になってくる。そんなね、今ふつふつとね旧インテリアは上がっておりますので、はい、このあたりね、まあ、車の程度次第にもなるんですけれども、もし旧インテリアを購入検討されている方がいたらもうこれは早めに買われた方が間違いなくいいと思うので、はい、またもしご相談等あれば旧インテリア好きのね私ですので実際に乗ってますからね、はいはいはい、まあ、何なりとご相談いただければと思います。はい、ということでですね、今日は W463 の G クラスの最新相場情報ということでお送りさせていただきました。はい、今日もご視聴ありがとうございます。それではマハロー。